どうもこんにちは、パーです。今日はですね、平成28年の12月24日です。クリスマスイブですね。今日はですね、約20日前に起こした事故からですね、リベンジをしに来ております。今朝9時ちょい過ぎかな。で今延岡越えて北方町の、よっちみる屋、道の駅よっちみる屋ですねに来てます。20日前にね事故を起こした時がこの先ですね。で、転んでしまったので、そこをクリアしないとなかなか次に進まないなと思いましてですね、事故してちょっと怪我もして、もうだいぶ肩も動くようになったしですね、取り回しができるかなと思ってたんですけれども、今日も、なんとか動かせたので、今日一応このねゼファー組んで来てみました。昨日まではね ZR で来ようかなと思って、ちょっとね ZR の方が軽いんでね、こっち重いからどうかなと思ったんですけど、やっぱりこの子で来ないとね次がないのね。でね、一応ねビキニカウルの方はまだねバイク屋さんに出て入院中です。あとのはねもうそこまでなかったんで、一応点検してもらって、ね、フロントフォークとかも大丈夫だったんで、傷はね残ってますけどね、一応大丈夫だったんで、とりあえず今日これから事故したところを取って阿蘇に向かっていきたいなと思います。さすがにね寒いんでね、ここからまた寒くなるんでね、ちょうど今1時間ぐらい走ってきて、ちょうど体が冷えてきたんで、ちょっと温かいお茶飲んで今から出発しようかなと思うところです。でね一応準備して、もう今日は ねこれでねもうゴム手袋もね2枚重ねで行っちゃおうかな。さっきまで1枚だったけどちょっと寒くなってね、もう1枚重ねて行こうかと思いますね。今日気をつけていかないとね、阿蘇も寒いんでしょうけどね、どうしてもね年内中にね阿蘇を走り納めとちょっと回りたいところがいくつかあるんで、そっち回っていきたいなと思ってます。はい、ということなので気をつけていってできます。動画見ていろいろね皆さん心配してもらったりしてたんで、ご迷惑をおかけしたんでですね、とりあえずね頑張って行ってきますので、気をつけてね。またね途中でどのような状態かいろいろちょっとね被災地のところも少し回ってきた行きたいのでね、そこら辺もねちょっと上げれたらいいかなと思ってます。とりあえずまずこの先をクリアしに行ってきますので、よろしくお願いします。それではまた後ほどです。まだ先か、やばい、さっきトイレしたのなぁ、もう近くなって、もう年取るといけないなぁ、近くて、もう寒いとね、もうトイレが近くてしょうがねえや。あそこかな、こんな感じのとこだったかな。後ろは車来てません。はい、ここだったのかいなぁ、ここで、ここだ、ここだ、あ、これです。ここにちょっとまだあるわ。5メートルぐらいブレーキ痕がついてますね。
次は車だからその向こうですね。それでここからだーっと滑って5メーターぐらい行ったのかな、うん、ちょうどね、前の車がねそこで右折しようとして急に止まったんですよね。ウインカーを、ね、ギリギリで出したと思うんです。それで前の車が急ブレーキかけて私が気づいた時にはもう目の前にあったからですね。もうそれから覚えてないですね。あともう滑ってるとこしか覚えてないんでね、ハイサイドを起こしたのかなと思ったんだけどね、多分ねもうブレーキロックして握りゴケってやつですかね、うん、自分で避けてハイサイドを起こしたのかと思ったけどもうそのまま握ったまま多分そのまま倒れて滑っちゃったのかなと。ずーっとここら辺まで滑って止まった。追突しなかったから良かったですけどね。でここまで押してきてもらってここで、ね、止めてでここからまた引き返したということで一応おーい疲れちょっと止まってようかな。ちょっとここ止まろう。よいしょ。はい、ここですよ。ね、頑張ったね。ね、来たからね。よし、気をつけていこうね。というわけで、ちょっと、ここで、一応、切って、次にスタートしたいと思いますね。はい。よし。じゃあね。ここからスタートします。よーし、よっしゃ。はい、じゃあまた後ほど行きますね。おーい、まもなく県境ですね。になります。はい、登っていきます。はい、ここから熊本です。はい、高森町ですね。景色いいですよ。車来てないね。あ、あっち側が真っ白やね。あっち側は真っ白だ。あ、その山が真っ白ですね。で、こっち方面が阿蘇になりますね。ね。おーしょ。噴煙出してますね。南阿蘇です。ちょっとね、この先が休憩所が見えますかね。ちょっと止まりますね、ここでね。よいしょ。よいしょ、止めよう。はい、よっこいしょ。あー、やっとここまで来たね。よいしょ。はあ、吐いてるね、吐いてるね。あ、まあ雪は降ってないみたいやね。大丈夫みたいやね。よーし、ちょっとそこから下っていきますね。ちょっと写真撮っとこうかね。はい、では今から下っていこうと思ったら雪がありまーす。
ね、雪降ったんだね。うわまあね、凍結はもうないと思うんだけどね。ね、こっち側のね、こっちに箱石峠の方はちょっと危ういね、気をつけないとね。今日はね、こっちの、ね、南阿蘇の方撮っていきます。ちょっとね、被災地を通り抜けていきますけど、いてててて、よっこいしょ。では準備していきますね。黒はどっちでしたらいいかな。こっちですね。よし、じゃあ行きます。この辺がね、この辺ね、地震の後のね、後に大雨でね、結構ね、土砂がとぐわっと流れててたんだね。地震があってね、大雨もあったからですね。でね、どうしてもね、阿蘇はどうなんだね、阿蘇神社とかあちら方面の方がね、人は多いんですよね。こっち南側なんでね、南阿蘇の方なんでね、どっちかというと向こうの方に観光客行くんですけどね。でもね、ここら辺もね、結構ね、おしゃれなカフェとかがね、結構いっぱいあるんですよね。ハンバーガー屋さんもあるし。まあ、もうだいぶ崩れてたんだけどね。この辺からね、ちょっとね、かなり、ひどいところになっちゃうんですよね。ここもね、再開してるんだね。ね、ゲートロも。ね、札幌、熊本。こっちは交通止めかな、三日はね。ちょっと、この先がね、崩れ落ちた阿蘇大橋。ね。もう、ね、幹線のね、一番大事なところの橋だったからね、ね。だからもうこの辺とかね、もうあっちこっちね、通行止めでね、う回路回ってね、車も渋滞してたしね。会話してるからね。こうハンバーガー屋さんでしょ。もうおしゃれなね、カフェがあるんですね。ああ、よかったよかった。ね。まだ行けるよね。もうちょっと先まで行けますね。見えますかね、向こう山の上に風車が、俵山から見える風車がね、あそこにね、いいんですけどね、俵山ね、行きたいな。まだ行ったことないんですよね、俵山ね。行こうと思った矢先に地震だったからですね。早くね、行きたいわ。
けますね。このままちょっと行きますね。ギアが。はい、この先から通れなくなるね。ちょっと待ってね。鼻水が来てるからちょっと切るよ。はい、ちょっと鼻水も拭いたところでね。はい、この先が交通止めですね。この先通れません。こっちからかな、やっぱ通れないのかな、やっぱな。あ、やっぱダメだね、やっぱね。はい、この先が、はい、まだ瓦礫とか積んでるね。わかりますかね、あの山肌、あれがドーンと落ちて、その下に阿蘇大橋ね、ここからつながる阿蘇大橋でね、ここら辺からちょっとね、ここら辺の集落がかなりひどくてね。おお、あっちがちょっと白いや。もうね、こういう空き地はね、全部瓦礫がね、全部みんな集めてね。わ、ほんと再開してるところ多いね。よかったね。もうね、道路はガッタガタだしね。登りも立ってるし、見えますかね、少し奥、内側が立ってますね。ちょっと間開けていこうかな。でこの辺とかね、ペンションとかがあって、わあ、ちゃんと営業してますね。車も止まってるし、土曜日だしね、3連休だしね。ほんとね、感じのいいペンションですよね。うわ、してやっちゃう。あ、いいですか、かわいいね。これあれだね。右はまだだね。すぐ行けるのか。だいぶ整備されたね。もうここら辺はガッタガッタだったんだけどね。ね。ちょっとね、この先、でも、うわ、だいぶ綺麗になってる。なってる。まだここの先がね、ちょっと ね、これも住宅地でね。よいしょ。結局ここ仮の店だからね、こっちが本線ですからね、まだ通れないというね、もうがっつりありますよね。ここら辺も全部どんどんね、ブルーシートかぶってて、今でこそこうやって壁になってますけどね。わかります。ここの電柱だけは変わってないね、このね、電柱ね。これはもうこのまんまだしね、前からね。綺麗になったな、ここら辺もね。ね、アパートとかがね、結構ね、学生のアパートがあるんですよ。ね、
東海大のね学生が住んでたところがね、あそこです、はい、でこの辺ひどかったとこなんですよね。まだねやっぱりやってますね。つらいねやっぱ。まだこの辺ほんとね手つかずの状態がね続いてたからね、いっぱいあってね。